川崎に到着しました。スタジアムに向かいたいと思います。おもてなしロードっていうのがあるらしくて、それがどんなのか楽しみです。ワクワクする。長崎初めて、まだ人があんまりいない。かわいい。一箇所見えました、おもてなしロードの。CIA、 加藤茶、加藤茶、昭和の、あ、さっきの、さっきの、こんにちは。案内してくださってる、案内に。かち氷いただきます。美味しい、美味しいでしょ。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいよ。なぜ美味しいかって、うちお茶屋なんですよ。あ、お茶屋さん。お茶屋だからチャパネット。チャパネット、はい、みんなで、みんなで。YouTuber は持つよ。あ、そんなにおもてなし、すごい。初めて来たんです、長崎。本当、はい、長崎初めて。初めてです。じゃあこれ、それ飲んだら、これをね、ちょっと半分飲んで待ってて、ね、はい。加藤茶、加藤茶スカッシュ、このシュワシュワ感がすごい。加藤、初めて。青、いいね、上品ね、上品、なんか都会を感じるね、うん、でも口より、え、青湯に、これ一番し今までで新品。あ、そう、でもリーダー、あれ一番評判いいのね、九州評判良かったんですか。これはアウェイ用、うん、あ、私小永選手の、小永選手、あら、はい、あら、そうなんです、はい、いじみくんのユニを着てます。去年も、今年も、今日出てほしいですけどねえ。しかし負けないで、多分みんな長崎を今日してると思います。今日はリファーレン長崎と町田の試合なので、毎回ホームセールの時は、私たちおもてなし隊でおもてなしをしております。私チャパネット島田と申します。あと数試合になってまいりました。切な試合なので、必ずどちらも勝って、はい、J1 に一緒に行きましょう。あ、行きましょう。はい、ありがとう。行きましょう。ありがとうございます。バナナチップのアイスクリーム、ソルト、美味しそう。これは長崎のかまぼこです。かまぼこ、いろんな、美味しそう。お酒の、お酒の手にいただきます。ちょっとこっちはピリ、ちょっとピリとして。あ、今、ごぼう、これ野菜店、野菜店、野菜店、野菜店で、めちゃくちゃ美味しい。ほうじ茶カステラ、まだ諦めてませんけど、今日はよろしくお願いします。お願いします。どうぞ。お、ほんとや、あ、こういうとこにある、かわいい。頑張るよ、頑張るよ。お願いします。うぃー、かわいい。絹川、あ、ありがとうございます。いただきます。ライスコロッケ、ライスコロッケ、わ、めっちゃ美味しそう。いただきます。タレにつけて、はい、揚げたてなので気をつけてくださいね。すごい熱いです。難しそう。じゃあポンとつけて。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫。よし。これ何ですか？ブランド豚。ブランド豚。いただきます。それで一番うまいと思う、ごまが。美味しいですか？いただきます。うん。美味しい。ビール飲みたくなりますね。でしょ？はい。あの、皆さんお持ち出しておられたら、確かに。去年こうやって缶ビール片手に行ってた。いや、そうですか。いや、ビール持ってくることをしました。
来月行きます。来月行きます。アビーくん。かわいい。え、もういた。トリニータ。トリニータいる。かわいい。かわいい。すごい。かわいい。なにこれ。すごい。すごい。すごい。なに？かわいい。あ、テレビ。テレビ。テレビ。頑張ろう。頑張ろう。お土産もらった？え、かわいい。トス、トスのなんていうんですか。かわいいんだけど。なんだっけ。あ、かわいい。かわいい。かわいい。かわいすぎる。大悟。大悟と高澤選手。大悟と高澤選手つけてくれる。レモネードじゃダメなんだよ。どういうこと。あのビール飲みたい人注文してください。ニンキュッパ。ニンキュッパ。あ、冷たい。上手。うわーい、ありがとうございます。乾杯。おいしい。おいしい。あ、うまい。
Thank you.
やば。やばい。いやいや思いました。頑張ってくれ。かっこよ。頑張れ。すべて関係で掴み取る。俺らの夢の続きはまだ終わらない。カモンカモン待ってた。5代目。
ジュースとオレンジが出て、ホットとアラキ、アラキか、ホットか、アラキ5点目、アラキ5点目、アラキ5点目、お願いします、アラキ行け、アラキくん、いや、いや、いや、見たい。
かちょっと長話しちゃおうかな。まあ、冗談で、本当に、まあ、3試合勝ってない中で、まあ、みんなもすげえ不安な気持ちだったけど、本当に今日、ピッチも詳しい、スタンドもみんなすげえ、まず本当に大事に、この負け惜しい場所で今、勝ったのすげえまず楽しんで、やった結果が今日のお伝えできること、本当にみんな最高だった。ありがとうございます。やばい。